皆さんどうもごきげんよう、メイヨロンです。前回はハテール線の延伸と電化をしました。今回は糸の村へ線路を伸ばしていきます。雪原駅から伸ばすだけではなく、タバンタ大橋経由のルートも開業させます。ここでネックとなるのがクジャクダニ。深すぎて架橋費用がとんでもないことになってます。これでは橋は架けられません。なので海峡連絡の要領で既存のタバンタ大橋の両側に駅を設け、橋は路面電車で接続することにしましょう。それでは倍速で工事の様子をお届けします。飛ばしたい方は画面中央の時間まで飛ばしてください。工事が終わったので延伸区間を紹介していきます。
雪原駅は2年2000に改築しました。ちなみに今回は画面トラッキングがうまくいかなかったので映像のクオリティがちょっと低いです。すまぬ。糸の村駅は2年4000の大きめの駅にしました。入りととこの周りはかなり起伏があったのと、線形の都合上離れた場所に駅を作りました。ここから氷落とした大地を通り、大橋西駅に到着。連絡のトラムに乗り換え、集落に向かいます。田番田大橋駅からハイラル城下町西駅までの区間は同じ田番田線を名乗りますが、路線系統としては独立しています。ハイラル城下町への通勤需要を見越して全線北線で開業、支線のくせにこっちの方が規格が高くなってます。車両も田番田線本線は日本の車両を使っていますが、大橋支線は欧州の車両を使います。最初の投入車両はこちらの BR75.4、 ドイツバーデン大公国交流鉄道の Z 型として生産され、ドイツ国鉄でも活躍しました。小さいながらも密度が高いドイツ機関車って感じで、すごくいい。最高時速は90キロ。このスピードに加え、大橋支線の線形もほぼまっすぐなので、ハイラル城下町へのアクセス抜群です。実際少し時間を置いてみたら、田番田大橋の集落は急に発展しました。田番田線の本線の方は今いる車両プラス他の路線からのお下がりを使っていきます。やってきました、リプレイスメントのコーナーです。今回の処刑対象、元い置き換え対象はこちら、アッカレ線です。開業から40年が経過したアッカレ線ですが、開業時から走っている1号機関車などはさすがに置き換えですね。ここで導入するのは鉄道省9600型です。日本で初めて本格的に量産された機関車らしいです。最高時速は65キロと少し劣るものの、素晴らしい性能を持っています。何よりかっこいい。やっとこのくらいずっしりした機関車こそ思考。ブラボーブラボーブラボー。興奮しすぎました、すみません。京阪へもお客さんが増えているので車両増備、ただ同じのを増やしても面白くないので新しい機関車を導入しました。オランダ国鉄3737です。最高時速は110キロとハイラル最速を更新。どうやらオランダ国鉄で最後まで運行されていた機関車のようです。そして最後に置き換えたのはハイラル1から線の貨物列車、すべて中国鉄道 JF1 に置き換えました。これでハイラル1から線の最低速度が75キロになり、高速化が実現しました。ということで今回はこの辺りでおしまいです。1924年まで時代が進みました。ハイラル城下町の発展も進んできましたね。次回はハイラル城下町の通勤路線を整備するつもりです。お楽しみに。それではほのぼの映像コーナーです。本編には取り上げなかった改良部分も映ってるから、気になる人は見てね。